赤星氏は日本の士族の一つ。中世に肥後国菊池郡を本拠とした国人領主の一族である。菊池氏の一族で、菊池武志望の弟の赤星雄隆氏を祖とし、熊部氏、城氏と共に、菊池氏の三家老家の一つ。家紋は、菊池氏と同じく並び高羽。主家の菊池家が衰微するに従って、他の家老家と共に勢力を伸ばし、菊池義武が、甥いの大友宗麟と争った際には、大友氏の傘下に入って活躍。その法相として、菊池氏の本拠であった菊池城を任された。しかし同じく、菊池氏の重臣であった熊部氏は、龍造寺氏と接近し、菊池氏の後継の座をめぐって、赤星氏と対立してゆくことになる。1559年の合瀬勢川の戦いで、赤星親家は、熊部親長に大敗。後に、菊池城を熊部氏に奪われた。親家の子、赤星満家は、叔父である、公子親方の公子城に身を寄せた。東岡は、龍造寺氏に降伏していたが、命じられた佐賀への参礼を、幾度も無視したために、疑心暗鬼とみなされ、天正11年には、人質として差し出していた子を殺害されている。この恨みからやがて、島津氏に接近。沖田縄手の戦いでは、島津氏の先鋒となって、龍造寺氏と戦った。だが、以後も、島津氏と共に行動したことが原因で、豊臣秀吉の九州平定の後に、菊池城を取り戻すことはできなかった。赤星氏系図判例。実戦は、実子、破線は養子。菊池と北家の子、雄隆氏の孫。ありがとうございます。